キャンプしたいね。したいですね。ジープさん呼べるよ。呼べるんすかね。タイムラプスしようか。やばいっすよ、あれ撮ったら。はい、皆さんこんにちは、バーナムでございます。お気づきでしょうか、後ろの車が白いんですこれは訳がいろいろありますよね。そう、ウイルスが壊れましたんで、修理に出します。詳しいことは今日のゲストのりょうくんのチャンネルで見てください。いや、もうこれ触れざるを得ないっていうネタだと思ったので。そう、はい、ウェビーライフのりょうさんのチャンネルでは今回は、ラングラーの不具合動画、これをちょっと出してますので、はい、ご覧いただきたいと思いますでそれと同時期にこちらの動画もリリースするんですけれども、こちらではプレゼントの、まあ、ランディング動画ということで、皆さんどのプレゼントが欲しいですかっていうのを、ここの下のコメント欄に書いていただくというための動画でございます。で、詳しいこのプレゼントの説明はウェビーライフのりょうさんのところで、説明してありますので、お、なんだなんだって今この動画から入った人はバーナムさんの視聴者、そうですね、うん、まあ、多分ね、私だけの視聴者ってほぼいないと思うから。いますよ今320人いますけど、おそらく320人そっくりりょうさんのお客さんと思うんで。いやいやいや、そんなことないですよ。先に上がってるからそれねって思うかもしれないはい、はい、もし分かんない方いたらこの下に動画のリンク貼っておきますんで、それ見てください。はい、ラングラーの不具合の動画の最後の方にプレゼントのお知らせありますのでね、はい、結構いっぱいの方にプレゼントさせていただくと思いますので、楽しんでいただけると思います。はい、でね、結構今320人ぐらいチャンネル登録者数が増えたんですけど、はい、まあ、りょうさんのチャンネルは今何人ぐらい行きましたか。今3800とかだと思います。もうすぐ4000人の。もう少しですね。4000人ってすごいよね。いやー、びっくりですよね。だって4000人がさ、そこにいたらさ、まあまあじゃん。まあまあですねで、なんなら、まあ、登録者数は4000人だけど、見てる人はそんなもんじゃないでしょ。だいたい1個の動画で、まあ、ユニークユーザーでいくと、まあ、その4000の10倍以上4万でしょ4万人ってもうだってアリーナ級じゃないですか。今5万人ぐらいです。東京ドームって何人ぐらい入れるの。何人だ、10万人とか半分ぐらいですかね。そしたらそんなもんじゃん、すごくね。びっくりっすよねそう考えるとなんか数字だとあんま実感がないんですけど、なんかそれくらい見ていただいてますね、ありがたいことに。例えばだよ、東京ドームのドーンっていう会場の真ん中にりょうさんが一人ポツンと立っててはい、皆さんこんにちはって言ってるの半分ぐらい観客入ってるぐらい。びっくりっすよ、マジびっくりっすよ、すごい。でもそれも多分動画がいろいろ積み重なって今200本近く出してるんですよ。いや結構ね。なんでそれで回ってるかなっていう感じですかね。もうね、頻度がすごいからね、3日に1回、最近2日に1回とかだから。最近出したいもんが多くてちょっと多くしちゃってるんですけど。溢れちゃってるね、もうね。そう、旅の Vlog だったりとかも上げてるんですけど。いや、すごいですわ。で、そう、まあ、ドーム級のお客さんが見てくれてるんですけど実際リアルで会おうっていう時も結構なお客さんがね、そうっすね、ラングラーで来てくれるんですよね。来月っていうか来週、この撮影してる来週に静岡の方で初めてオフ会やるんですけど、うん、それは今30人ぐらいですかね。30人、集まっててって感じです。だ、台数も結構ですよね。台数どうなんですかね。今登録ベースで30人で、でさらに告知打つので、もしかしたらもうちょっと来るかもしれない。やばいっすね、はい、インスタしか告知してなかったんですよ。あ、そうなんだ。で YouTube で行ってなかったんで、その YouTube で告知する動画を今日上げます。この撮影してる日の夜に。そうですね、はい、いや結構ね、自分が参加させていただいたこちらのオフ会でも10台、10台ですね、11台、はい、10台か、10台来てました。10台だけでもすごいよ。この車が10台並ぶとね、圧巻ですよね。やばいね、すごかったですね、うん。しかも駐車場だったから、密って言ったらあれか、密って言っちゃダメだね。あれでもラッキーでしたよね。並びっぷりがさ近いくね、うん、ずらーみたいな感じで。そう、めちゃくちゃ迫力ありましたよね。みんなカスタムしてるし。そうだ、これで例えば台数制限とか、もうちょっと土日とかで
あのみんなが来れるところでやったらもっと来るっていうことでしょ。いずれなんかキャンプ場を借りてそうっすよ、ね、とかあとなんだろうな、いろんなショップさんあるじゃないですか、そのショップさん呼んだりとかっていう大型イベントもいずれやりたいなって思って。もうその頃にはあれだよね、ジープさん呼べるよね。呼べるんすかね。呼べるでしょでも今さ、ジープイベントで出店したからってあの売るものないから。そうですね、グッズになっちゃうじゃないですかそうなんだろう、何認知度を上げるためのイベント、どうなんすか。まあでも試乗だったりとか、試乗車用意してもらったりとかじゃないですか。あと商談ベース作ったりとか。でそこで欲しいですってなっても売れませんじゃんあでも中古車持ってきて販売するとか。あ、そうかそうか、そういうのそれできるのかな。あとは今のラングラーオーナーの人が次乗り換える時もラングラーに乗り換えてもらえるように。そうですね、いいよっていうのを知っていただくために。どうですかジープさん、ジープさんストランディス、ストランディアって、いやなんて会社、何て会社だっけ、ストランティス、はい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 、日本のですよ、ね、はい。今度、まあ、せっかくだから秋口にでもねやりたいっすね、うん、今毎月やろうと思ってて、一応9月はその静岡でやって、で10月はちょっと今別のこの間行ったオーバーランドのイベントがあって、そこに行って、まあ、ラングラーいっぱい来るので、まあ、それで撮ろうかなと思ってて、まあ、それとはまた別で日帰りでやってもいいかなとちょっと思ってるんですけど。ラングラー乗ってる人結構キャンプする人多いっすよね。ですね、キャンプイベントでねやって。でもね、お家が厳しいそう、まあ子供がまだちっちゃいんで、はい、まあ、お子さんも一緒にキャンプできればいいから、寒くなる前だったらもしかしたら ね、 そうですね、キャンプできるかもしれない。であとあれですよ、バーナムさんに言いましたけど、11月はあれ寒いですけど、僕がこの間行ったパラグライダー場、あそこね、プライベートキャンプ場で、まあ、何人か集めてやろうと思ってるので、うん、まあ、そこはちょっとオーナー次第なんですけど、やっぱそこ普段キャンプ場として貸してないので。でもその撮るときはキャンプしていいんだっけ。あ、OK です、 OK です。あ、日帰りでも多分行けると思います。キャンプしたいね。したいですね。いや、やばいですよマジで、星が。あー、いいね。あの山に囲まれてて、でこうくぼんでるところなんですよ、うん、だからこうなってるね、周りに人が全く気配ないし、でもう街が周りないんで、森に囲まれてるから、だから星がなんか何倍も綺麗でした。タイムラプスしようか。やばいですよあれ撮ったら。だからバーナーさんが来たら、パラグライダーの撮影って結構難しかったんですよ。でパラグライダー乗ったの。やりましたやりましたやりました。いや、ちょっと待って、ちょあでも全然あれですよ、 4,5 メートルぐらいの高さですよ、初心者なんで。いや、あ、全然超余裕でした。いや本当、なんだろう、感覚的にはハンモックに乗ってる感じ。こう、なんかうまい言い方ですね。本当そんな感じなんですよ。ふわっとだからそれがちょっと浮いてるって感じだから。それはね、後ろにインストラクターの方が一人です。いや全然余裕っすよマジでバナさん、時間ある時見てください。俺下から撮るわじゃあ。あ、そう、それがやってみたかったんですけど、うん、難しいなと思って、ドローンでこう追従したりとか、こう後ろから撮ったからやったんですけど、もうちょっといろんな角度撮りたいなと思って。いや、じゃ あのお任せください、地上班ぜひ。11月末だからちょっと寒いかなっていうのがあるんで、うん、まあお子さんがねいるとちょっと厳しいので、まあマックス、まあ、5から10ぐらいの間でやりたいなっていうのを企画しようかなと思ってます。まあ、あの寒いの強い子とか、そもそも冬キャンやってる方とかは全然いい、ね、余裕だと思います、はい、僕はこれからストーブ買わないとっていう感じですね。あ、ストーブね、はい、かっこいいやつ買わないとね。いや、さすがにちょっとストーブないと死ぬと思うんで。そりゃそうです。しかもそこなんかめっちゃ寒いらしいんですよ冬。じゃあストーブですわ。ストーブ必要ですね。これから結構キャンプ道具を集めていく感じで。そうですね、ちょっとまあカスタムもやりたいんですけど、ちょっとね、はい、ハマる沼が2個になると大変だよ。あとカメラもありますから。あー、3つじゃんカメラ沼と車沼とキャンプ沼。キャンプ沼、しかも全部お金使うやつ。そうなんですよだから今どういう順番でやろうかなっていうのを。いや、少なくともでもカメラは仕事になりつつあるじゃん。そうですね、車も。はい、あ、でも YouTube だったら3つ仕事になる可能性あるから大丈夫じゃない。まあ、全部仕事にできますよね、はい、あとはキャンプ好きな人どんどん見てくれれば OK ですね。そうだ、最近嬉しいことにアナリティクス見ると、このチャンネル見てる人は他にどんなチャンネル見てるかって出てくるじゃないですか。あ、
あれで今まではラングランのチャンネルの人ばっかだったんですよ、うん、そこについにキャンプ系が来た入ってきて、だから僕が最近キャンプ動画ちょいちょい出してるじゃないですか。出してるね。だからキャンプユーザーがちょっとだけ来た来るようになりましたね。じゃあこれからのキャンプギアの紹介とかも、いやーやりたいですけどね、ただ金がそこに回らないっていうそこまで確かに。いや自分も最近というか昨日テントを新調したんで。ああ言ってましたね。ついに買いましたよ。ロロ。ゼイアーツのロロ。ロロ。はい。どうも抽選何回したことか。だって今メルカリで30万とかで出てましたね。やばい、34万円。ダメですよ皆さん。あのイベントで、あの松本のイベントで買った人は転売しないでください、ね。いい人いっぱいいたん戦闘集団ね。転売するような人いないと思いますけど。でも自分も今までずっとねラングラーの動画しか出してない。うん。やっぱ YouTube ってそういう特性がありますからね。ここで多分いきなりキャンプ動画出したところで全然見てくれないと思いますけど。難しいですよね。キャンプはね結構してるんで、キャンプの動画を撮っていこうかなと思います。うん、楽しみにしてます。いや、亮君のところも早く子供がね、あのキャンプ行けるようになったら。そうですね。うちの娘が、まあうちの娘結構アクティブな方だと思うので。あ、そうなんだ。もうちょっと大きくなれば連れて行けると思うんですよ。じゃあ来年ぐらいかな。そうですね。一緒に修行します。一緒にキャンプできることを楽しみにしております。はい。ということで、今日はねウェビーライフさんとこのバーナムと、まあ、2本大体暴走族が、はい、今日はね、ウェビーライフさんと、バーナムと同じぐらいの、まあ、タイミングで動画を出すこのプレゼント企画、皆さん300人も登録していただいてありがとうございますという、まあ、こともありましてプレゼント動画出させていただきました。まあ、こちらの動画もあのりょうくんの動画も不具合特集やっておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、はい、今300人登録していて、登録してないで見てる方ももうこれからねキャンプ道具とかのレビューもしますんで、ぜひこのね下のチャンネル登録ボタン押していただいて次の動画を楽しみにしていただければと思います。はい、ということで今日も視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。